はい、BDS リポートプラス続き、やっと本題に入っていきたいと思います。はい、で、まあ、基本的にはね、バイク業界ということでね、まあ、販売店に向けていろいろ書いてあるということでございます。ですので、一般の方とはね、またに向けての雑誌ではないので、ちょっと視点が違う部分が多々ございますので、まあ、ある意味面白いということが言えるかもしれません。はい、3分でわかる中古二輪車ビジネスのツボ。ユーザーが注視するポイントは、ショップが事前対策を講じておくべきポイントということですね。あるお店のこのね、例を挙げて、いろいろあるんですけどね。はい、上アイメ企画校の様子をユーザーに見せることで作業自体をショーアップなんてね、書いてあるんですけど。元レーシングドライバーで自動車評論家の徳大寺、ね、間違いだらけの車選びっていうね、っていうのがありましたけども。はい、なかなかキャッチーなね、インパクトがあって、キャッチーであるためか、あらゆる記事や書籍のタイトルにも用いられた。ね、流行語として広く知れ渡ったと。ね、で今でも同じ版元から別の作者がね、はい、やられてますよね。はい、もう少し愛の鞭を打ってもいいんじゃないかって気がしますけどね。うん。ね、はい。ですね、うん。まあ、書籍の内容としてはね、まあ、多岐にわたるんだけども、まあ、基本はユーザーが車を選ぶにあたり何に注意し、何を基準に選択すれば良いかというようなもの、一般書籍なのでユーザー目線で書いてあると、ね、いうことです。はい、では、これを中古バイクに置き換え、さらに内容を逆から見た場合どうなるのか。難しいですね。まずバイクにして、そしてそこからさらに逆になっつって。で、私の、友達の親戚のどうのこうのみたいな。ユーザーが注視するポイントイコールショップ側が対策を講じておくべきポイントという図式が成り立つだろうということで、まあ、巷ですね、ユーザーが意識しているとされる主な事例を挙げた上で対応を考えてみたということですね。まずやっぱりあのユーザーがね、あれするときは、まあ、走行距離、まあ、中古車を買うときにね、やっぱ一番気になるのは走行距離じゃないんですか。そんなことないですか。ここは最も確認したいため、真っ先にチェックされる箇所と言える。ただ、距離に対する概念は様々。1万キロ以下でないと NG という人もいれば、2万キロ程度なら全く問題ないという人もいる。排気量によっても捉え方は変わるだろう。では、距離とは別に多くのユーザーが気にするポイントは何か。それはどのような使われ方をされていたのかということ。もちろん、分かる場合とそうでない場合があるが、下取りや買取時にはユーザーとの商談が発生するため、その時、例えばオイルを何ヶ月ごとに、何キロごとに交換していたかを聞いておくのもいいだろう。言うまでもないが、距離を走っていても、オイルの管理がきっちりとできていれば、それに起因する問題が発生するリスクは少なくなる。それとなく確認し、そういないと判断できれば、その事実を来店客に伝わるように配慮する。これだけで安心感は格段に高まるだろう。ポップなどに明記し、掲出しておけば、いいですよね。マイナス的な内容でない限り、さらに効果は高まると。もしこれが常連からの下取りや買取であれば、来店客に対しさらに詳細な情報を伝えることもできる。もちろんこれはその車両を自転販売することを厭わない場合の話ではあるが、BDS さんの人はね、入ってきたやつ出してほしいんですよね。だから、それをまた、そこのお店でそのまま回されちゃうと、まあ、ちょっとね、困っちゃうっていうのは、ないことはない。ないことはないんだけど、で、一番だから分かりやすいのは、自分のところで販売して、新車で。そして、常にずっとメンテナンスしている。で、あ、こちらの車両は、何ヶ月ごとに、というか、何キロごとに必ずオイル交換にお見えになってます。さらには1年点検、2年点検も、常にうちでやってきました。で、交換部品もいついつこれ交換してますっていうのが分かる車両っていうのはやっぱり価値がありますよね。一方でどんな乗り方したかも分からないね、メンテナンスもしてるかどうか分からないで、外観見るといやこれは乗りっぱなしかなとかね、うん、でそういった車両になってしまうとやっぱり売りづらいですよね。何があるか分かんないからね。で、特にオーナーが変わると乗り方変わるから、いきなりあれってことにもなりかねないですよ。怖いですよね、だからね、うん、まあ、自分でやってる方もいらっしゃるでしょ、オイル交換とかはね、常にね。で、まあ、それはいいことだと思うんです。でもそれをね、ちゃんとつけとくね、記録簿とかに書くとかあるじゃないですか、オイル交換いついつ、ね、普通の点検のところとは別にねあると思うんですよ。だそういうところに全部書いていくとかね、そういうのもいいんじゃないですか、うん、そうすると目安になるしね。で、やっぱりね、そうやって乗られてるバイクっていうのはちゃんとメンテナ、まあ、変えるものをちゃんと変えてるっていうものはやっぱり出ますよ、バイクに、うん、と思いますよ、うん、もちろんほら
自分でやったっていう部分になってしまうと、わかんないからね。で、全然関係ない他者が見たら、第三者が見たときに、まあ、ちょっとこれはそのまま出せないよねっていうのはありますよ、もちろん。ありますよ、そう。だからお店が定期点検してる分に関しては、もうほら、お店がね、やってるから、それに関して、もう、あ、これはもうこのお店がやってますって見せられるけど、個人の人がやってても名前書いてあったらそれ見せられないからね、さすがに。個人情報みたいな部分もあるんで。まあ、それは、話はね、あれなんですが。次に、まあ、使用歴。まあ、一緒ですね。走行距離に近いものがありますけどね。使用歴については、2023年6月より、二輪自動車業における表示に関する公正競争規約及び同施行規則が改正となり、施行されているということはね、ポイントは以下の4つ。ね。はい。まず1番は、年式って、よく年式って言ってますけども、ね、それを初年度登録の名称に変更します。年式っていうのは分かりづらい。何を言ってるのかな。いわゆる車両が製造された時の年式っていうのはね、車両が製造された年月を言ってるのか、それとも車両が登録された、初めて登録された。だから、一般的に新車っていうふうに販売されている、もう最近は減りましたけど、在庫期間が短くなってるから、余計に作んなくなっちゃったから。昔はいっぱい作って、どん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 販売店に出してたから、販売店の在庫でずっと置いてあるようなやつがあったわけですよ。そうすると、製造年は1990年なのに、初年度登録は2000年なんてこともあってもおかしくないわけです。でもそうなってしまうと、年式って言った時に分かりづらいじゃないですか。だから初年度っていうふうに、まあ、統一するということみたいですね。はい。だから、例えばほら、旧車とかを海外から持ってきた。そうすると、製造年は1970年なのに、初年度は令和5年とかになってる。ありますよね、そういう車両ね。だけど、まあ、だそれを年式って言ってしまうと、令和5年式っていうのも変でしょ？やっぱり。そうすると、あ、やっぱ1970年式、まあ、製造は1900、まあ、初年度としてはこうですねっていう、なんか分かりづらいから、まあ、初年度にするっていうことらしいですけどね。はい。2、使用歴として自家用、レンタルバイク等の表示を追加するっていうことですね。はい。以前の、だからその前の使用歴が何、どういう、普通に自家用で使ってたのか、営業用で使ってたのか、営業ナンバーついてる車両ね。営業で使ったのか、それともレンタルバイクなのか、貸し渡しって書いてありますけどね。まあそういうのとか、なのか、どれかってことですね。はい。3つ目、電動バイクの燃費については、一充電走行距離を表示すると。ね。電動バイクの場合は、なんていうんですか、燃費って言わないんですよね。なんて言うんでしたっけ？ なんか言い方ありますよね。はい。4番、不当表示の禁止規定に、完遂者の規定を追加。ね。だから、まあ、完遂者の場合、完遂者って書いておかなきゃいけないってことですね。だから、実際に、外観も綺麗だし、あれでしたけど、なんかおかしいな。そしたら、エンジンの中がもう、すげえことになってる。あ、これ、一体完遂してるよ。水没してるよ。っていうようなね、ことがあってもおかしくないですよね。はい。だから、ちゃんと書いておかなきゃいけないですよ。書いてないで、もし売っちゃってると、それを発覚すると、お店の方がちょっと問題があるんで、まあ、だから、そういう場合はね、まあまあいいや。でも難しい。店の方もわかんないかもしれないからね。だから難しいよね。買い取り、か、あの持ってこられて、見てね。で、いろいろ見たけど、エンジンだってほら、バラさなきゃわかんないから、その時別に、特に問題ないかな。オイルも、まあ別に普通とか。ね、オイルが真っ白とかだったら、白濁してたらちょっとあれですけど、はい。まあ、ここで関係するのは、2のレンタルバイクについて、ね。っていうことなんかで言ってますけど、まあ、使用歴っていうんですかね。使用歴っていうんです。はい。走行距離はさほど伸びていない場合が多く、またきっちりと定期的なメンテナンスが行われていた車両というのが一般的な認識でもあると。BDS レポートでは言っています。レンタルアップ車両であれば、明確に請求すべきだろう、点だろう。これはユーザーに対する安心感につながる。レンタルバイクって1ヶ月ごとに点検しなきゃいけないとか、やれなんだとか、細かいんですよね。そう。貸すものだから、常に点検みたいなのやんなきゃいけないっていうね。で、メンテナンスは、やんなきゃいけないから。そういう意味で、逆に、レンタルバイクだったらね、安心感があるんじゃないですか。そう。どこの誰が乗ってたかもわからない。なんてね、いう話になっちゃうと、
ワンオーナーって言ってもね、どこの誰が乗ってたのか、どんな乗り方してたかもしれない。で、ほとんど乗ってないってことは、ほとんどメンテナンスもしてないんです。逆にメンテナンスしてないんじゃないかって話になってくるでしょ。オイル交換なんてしてないし、別にブレーキフルードも買えないしっていう乗り方してる可能性もあるわけですよ。あるわけですよ。そうなっちゃうと、どっちがいいのかなって話もなってくるわけだから、まあそのあたりを、まあでもわかんないですけどね。レンタルは必ずいいとは言えないからね。レンタルで借りて、まだ新しいのに、もうレッドゾーンまでバンバン回して乗るような輩もしかしたらいるかもしれないからね。動画とか見ればわかりますけど、ね、レンタルでもうものすごい運転してる人もいるでしょうからね。で、そうなっちゃうと、ちょっと、それはそれでまた問題っていう気もするしね。まあエンジンでも回した方が調子いいけどね。わ かんない。まあ新車の時はダメです。バリバリの新車はやっぱり、サビ腐食。ユーザーがチェックするポイントとして挙げられているものに、目につきやすい部位の金属パーツのサビや腐食があると。これは雨ざらしだったかどうかの判断基準の一つとして解釈されている。もちろんそうでなくても錆びるものではあるが、ここも対処すべきポイントとね。それでですね、 SR400 を購入したという、O さん、フルネームで書いたんだよね、名前ね。いいのかな？ 50 代の方ですね。が、こんな体験談を語ってくれたと。あるショップに自分の予算に見合った SR があったのですが、ホイールのスポークに少しサビが浮いていましたと。そこを指摘すると、その場でサビ取り実演をしてくれましたと。上演 IMX という手法だそうで、サビを削った後、下地処理で脱脂したと。IMX 加工を施しましたと。仕上がりはびっくりするほど綺麗になったんです。何かショーを見ているようで楽しかったですね。このショップはどうやらあえて目の前で実演してみせた様子。よしって感じですかね。あ、すみません。これちょっと、ここはだいぶ錆びちゃってるんですけど、ああ、そうですね。言わないでそのまま、あ、やめようって言っていなくなっちゃうかもしれないけどね。なんかやられちゃうね、これね。ある種のショーアップと言える。ユーザーが喜び、さらに制約に結びつくのであれば、一挙両得だろうと。まあ、ユーザー喜ぶのは一番いいですよね。やっぱそれがもう何よりもそれですよ。喜んでもらえるっていうのは一番いいですね。ユーザー視点で考えると対処でき問題が見えてくる。見方を変えれば、そこが対処すべき課題となるのだ。と、BDS リポートプラスの3分でわかる中古二輪車ビジネスのツボに書かれております。さあ、そしてですね、前回ね、8名のライダーにインタビューで終わりましたけど、はい、8名のライダーにインタビューね、顔写真載ってるんですけど、私一応ね、調べました。お調べして、 YouTuber の人はいいでしょね。 YouTuber の人はいいでしょ。はい。お二人とも YouTube に動画をアップされてます。だから SNS も普通に、ね、アップされてると思います。はい。だから、まあ、お顔出されてるから、普通にね、出されてるから、まあ、いいと思います。見たいでしょって。だって、素敵な女性と素敵な男性だもん。二人ともなんかこう、正面。他の方はね、調べたけど分かんない。分かんない。あと、記事の中に、勝手にどうのこうのとかいう記事が書いてあるから、あ、車検で預けていた場合が勝手に店の YouTube チャンネルに載せていたことがあったっていうのがあるから、これはちょっとまずい。はい。ということでですね、ちょっとご紹介をね、させていただきたいと思います。はい。ショップに求めるのは入りやすさ、一元しただけで伝わってくるものがあるんですみたいなね。で、こんな感じで、こちらですね、なんていう方でしたっけね。では、こちらね、こちら、アキャさんという方がね、はい。動画ありますよ、YouTube で。はい。まあ、検索していただければわかる。出てくると思いますけど。はい。なんていう、あれだったかな。すいませんね。一応ご紹介し、私がその紹介するあれじゃないんですけど、私が紹介しても、何のメリットもないと思うんで、逆にやめてくれって言われるかもしれないですけど、FMC ブログって書いてありますね。はい。チャンネル登録者数は747人、167本の動画があります。ね、FMC ブログのアキャと申しますと書いてあります。はい。バイクで日本一周。この記事、まあ、読んでいきましょうね。はい。兵庫県の方ですね。とてもフレンドリーなディーラーですと。これは販売店のあれで、バイクライフについて。バイクに乗り始めたのは2013年ですと。北海道旅行に行った時、気持ちよさそうに走るバイクを何台も見て自分も乗りたいなと。今は BMW の F700GS のほか、ホンダの CRF250 ラリーを所有していますと。もし3台目を買うなら、狭い道にも入っていけるクロス株かハンター株がいいですね。乗る頻度は2週間に1回ぐらい。F700GS で琵琶湖や日本海方面に写真撮影ツーリングに行くことが多いですね。CRF は普段は実家にあります。というのは実家の近くに良い林道があるからです。昨年 CRF で日本一周したのですが、それ以来乗る回数がかなり増えていますと。あれが動画があります。バイクで日本一周ってね、2023年5月9日から11月10日まで。すごいですね。185日だって。
すごいね。はい。で、あれ？ちょっとまた 抜けてる？はい。で、ですね、私は人の傘も見るのが好きだと、ね、いうことを書いてあります。はい。その人がどういう乗り方をするのかを想像するだけで楽しいと。ね、私自身は旅スタイルが好きなので、キャリア等の積載系を中心にカスタムしていると。昨年 CRF にフォグライトを装着し、効果を実感できたので、次は F700GS にも付けようと思います。最近普及してきたバイク用スマートモニターの装着にも興味がありますと。バイク情報は X とブログから得ることが多いかな。ツーリングスポットやカスタム情報、商品レビューをチェックしていますと。動画ほど時間がかからないのがいいですね。ね。はい。バイクショップとの付き合い方としては、行きつけの店は F700GS を購入した BMW モトラッドの正規ディーラーですと。オイル交換や点検、アフターパーツの取り付けなどでお世話になっています。BMW は敷居が高いと思っていましたが、対応がとてもフレンドリーで、予算に合った整備の提案をしてくれるので助かっていますと。ショップにはほぼ全ての車種が展示されているので見るだけでも楽しい。以前、手土産を持っていったことがあるのですが、後日オーナーからお礼の手紙をいただきました。この心遣いは嬉しかったですね。ね。ね、いいですね。はい。というようなことが書かれております。はい。であと、バイク全般について思うことっていうのも、まあ、あるんですけど、ね。はい。とりあえず。で、あとはですね、乗ってるのはね、K6 剣舞さん。50代で大型免許を取りました。川崎 GPZ900R 忍者ね。はい。ただね、ちょっとわかんなかったら探したけど、だ動画とかはどうなんですかね、合うのかな。あとね、H さん夫妻ね。はい。ご夫妻。こちら、本名なのかな、うん、名字と名前、両方も出てるんで、ちょっとあれなんですけど、だからちょっと分かんないんで、はい。これね、勝手に YouTube チャンネルになっていうふうに、まずいからね。はい、まずいからね。はい。さあ、そしてですね、次、女性の方ね、せっかくですから、こういう方は YouTuber で顔出されてるから大丈夫だと思います。はい。マグさんという方ですね、こちらのね、これ、ロイヤルエンフィールドね、素敵な、ロイヤルエンフィールド。はい。外観が変わるカスタムはしませんということですね。ハーレーダイナローライダー1450、ロイヤルエンフィールドヒマラヤ411、セロ250にお乗りとのことでございますと。バイクライフについて、バイクに興味を持ったのは、おじがバイクに乗っている姿を見てかっこいいなと思ったのがきっかけでしたと。乗り始めは20歳からですが、今はハーレーのダイナローライダー、ロイヤルエンフィールドのヒマラヤ411、ヤマハのセロ250を所有していますと。たまに昔からのハーレー仲間とツーリングに行きますが、基本は一人で楽しんでいますと。景色を見ながら走り、その土地の美味しいものを食べて、旅先で出会う人たちとの会話を楽しむ。これが最高なんですと。北海道のバイクシーズンはゴールデンウィーク頃から11月中旬頃と短いので、連休には道外にまで走りに行きますと。デザインが気に入っているので、大きく外観が変わるようなカスタムはしません。足つけを良くするためにローダウンし、積載量を増やす目的でパーニャケースを装着する程度ですね。バイクの情報は主に SNS、インスタや X から得ることが多いかな。次はハヤブサや忍者、SR などに乗ってみたいですということが書かれています。ですね、こちらの方もね、一応あると思いますよ。確かね、そう、一応意味で調べました。問題があるとまずいからね。マグチャンネルってね、マグチャンネルっていう、はい、マグさんだからマグチャンネルですね。同参考バイク女子って書いてあります。チャンネル登録者はね、7500人。ね、いらっしゃいますね。そして56本の動画、ね、わずか56本の動画で7500人の、チャンネル登録者をやっぱり得られるってね。初めてまだそんなってないんじゃないですか。うん、おそらくね、やっぱり女性の方がやるといいよね。うん、そう。2020年だから、まあ、4年登録はでもあれですけど、はい。総再生回数62万5千回ですから、50本ぐらいの動画でね。はい。まあ、顔出されてるから大丈夫ですよね、こちらの方はね。まあ、大丈夫かな、わかんない。バイクショップとの付き合い方、札幌市内のバイクショップにお世話になっていますと。自宅から近いし、メンテナンス予約も取りやすく対応が早いのが魅力です。ショップにはオイル交換やタイヤ交換のため、1、2ヶ月に1回は行っていますと。北海道のバイクショップの中にはシーズン中にメンテナンスをお願いしたくても1ヶ月以上予約が取れない店もあると。でもそのショップは予約が取りやすいの、対応も早いのでとても助かりますというようなことが書かれています。ということでですね、あとはですね、TM さんね、バイクショップに必要なのは入りやすさですね、いうような、はい、セロ、顔出てないから大丈夫かな、ねね、はい、顔ないんで、メット顔ないからメットかぶってるからわかんないね、はい。あとですね、S 夫妻ね、S 夫妻ね。S 夫妻ね、自分で運転しないと景色が見えないんです。奥様はね、のなんですけど。S さんはすごいですよ、ほら。乗ってるバイクも S ですから。V ストローム1000、ABS。フルパーニアになってる。すごいですね。奥様はなんとボンネビル T100 だよ。すごいよ。T100 ってなんかシートが低いっ
って書いてあります。はい。ね。まあ、そんなような記事でございました。はい。いかがでしょうか。ね。はい。という感じでですね、バイクのね、乗られてる方、いろいろね、ありますから、そう、それで、うん。のオーナーで、結局、バイクショップとしては何を、どういうふうにしたらいいのかなっていう感じですけどね。はい。まあ、そう、いろいろあるんですよ。ね。はい。顔出してる人は、まあいいのかなとか思っちゃうんだけど、こういう雑誌だからね。うん、と思うけど、でもダメ。うん。名前、わかんないから。うん。ただ、あ、この人 YouTube でしかも顔出してる人は、まあいいでしょう。ただ私の動画、私のあれを、どっかで、例えばですよ、どっかで出してても、こいつ殺すとかでダメだけど、そういうのはダンパンダメやだけ、勘弁してほしいけど、別にそれは問題ないでしょ。うん。ね。こういうバイク屋はダメだとか、そういう動画でも面白いかもしれないね。こんな、顔出して、適当なこと言っているとかね。で、バイク業界のあれをなんか出して、なんか、いかにも、皆さんの味方ですみたいな、とんでもないやつだとか、そういう動画はいいかもしれないですよね。はい、できればチャンネル登録者がいっぱいある人がそれやってくれるといいよね。そんなことないですけどね。そんなことはないです。はい、さあ、まあ、そんな感じでですね、ご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。ということでね、今、お二人ね、マグチャンネルっていうね、はい、ね、女性の方がやられてますから、好きでしょ？うちの動画見てる人ね、女性ほとんどいないですから。2% ぐらいしかいないから。ほとんどが男性だ。90%何%だから。もしかしてみんな、男が好きなんですかね？あ、じゃあもう一人の、アキヤさん、行きましょう。すいません。許してください。もう、クレームあるようだったら言ってください。やんないですから。